Sunday in the Park on FM Fuji。Sunday in the Park 100% Hawaii from Honolulu Radio KZ。2時を回りました。東京は代々木にありますスタジオビビットから奈良吉高と宮見希穂が生放送でお送りしています。 FM 富士サンデインザパーク、この時間はハワイから直接現地の最新情報をお伝えするコーナー 100% ハワイ from ホノルルラジオ KZ です。この時間はハワイのラジオ KZ と日本の FM 富士の同時生放送になります、はい、それではハワイの DJ 美穂子さんを呼んでみましょう。せーの、美穂子さん、アロハ、アロハ、アロハ、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ美穂さん、はい、今日のラジオケーズシルキアスタジオの様子はいかがでしょうか。今日の様子ですか。今日スタジオの中華やかですよ。華やか。はい。あ、そうですか。誰かいらっしゃるのかな、はい、じゃあ、ね。そうなんです。ゲストの方にお越しいただきましたので、とても華やかな雰囲気で今日はお送りさせていただきたいと思います。ハワイナンバーワンのフリーペーパーアロハストリートの松本律子編集長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お越しいただいてるんですよ。わあ、すごい。アロハー、アロハー、お願いします。アロハストリートはね、もう、はい、ハワイに行ったらもう必需品ですし、日本でハワイを味わうならアロハストリートですもんね。 ありがとうございます、ね、大好きですけれどもありがとうございます、ね、あれ、東京のスタジオの奈良さんもね大好きなアロハストリートということで、はい、ぜひ今日はリスコ編集長に改めてですが、まずは雑誌の説明をしていただきたいと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。アロハストリート、こちらですね、ハワイのフリーペーパーになります。格付きで、こちらは発行しておりまして、今回は7月1日に一番新しい号が出ています。はい、で毎回毎回8万部印刷しているので、年間で50万部、わーすごい、はい、作らせていただいてるんですけれども、はい、ハワイの情報を日本語で日本の皆さん、そしてハワイに住んでらっしゃる皆さんにも、お伝えしている雑誌になります。はい、7月1日に出来たてのほやほやのね、ちょうど、はい、今お持ちいただいたんですけれども、とってもなんか中身が濃そうな表紙と、あと表紙の女の子もすごい可愛いですよねありがとうございます。うん、この子はアリサちゃんって言いまして、テレビとかでも活躍しているハワイのモデルちゃんなんですけども、彼女を、表紙に登場してもらって、本当に中身の濃い雑誌を一生懸命みんなで作っているところです。うん、はい、で今回この7、8月号ですね、もう本当に7、8月今まさに日本も夏休みじゃないですか、うん、なのでこの夏休みに家族でハワイに来られた方がもう楽しめるような、家族で楽しめるアクティビティ、家族で楽しめるレストラン、うん、そういったものを集中的に特集してご紹介してるんですよ。うん、ね、今最新のアロハストリートが東京のスタジオの方にもあるそうなんですけれども、届いてます。あ、届いてらっしゃいますか。見せていただいて、もう関東からクーポンが嬉しくてしょうがないですねこれありがとうございます。ぜひこれ、使っていただきたいですね。ピリピリピリってこう破れるようにミシン目も入ってますので、はい、たくさんのクーポンもピリ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 破いてですね、ハワイ中のお店でぜひ使っていただければと思います。すごい、だから、ね、レストランに行くときとかお買い物行くときも絶対アロハストリート持っていかないと間違いないですね。そうですね、そうですよね、持っていかないと損しちゃいますので、持っていかないとね、はい、必需品です。ということでね、今回の見どころ、今クーポンのお話が出たんですけれども、はい、その他の見どころ、どんなところがあるか伺いたいと思います。はい、そうですね、今最初にも言いましたが、やっぱりもう夏なので、うん、とにかくお子さん連れ、本当に今たくさんいらしてるじゃないですか。うん、ね、毎日連日日本から のお客様6000人を超えてるようなね、状態、すごくたくさんの方がね、来ていただいているので、そんな方々が使っていただきやすいようにですね、本当お子さんと一緒に、例えばお子さんがセスナに乗れちゃう、セスナの運転ができちゃう、そんな、はい、アクティビティですとか、あと子供と一緒に乗馬ができちゃうっていう、クワロア牧場さんだったりとか、はい、そういう本当に行ったらすぐに楽しめる情報がね、たくさん載ってます。
あとあの例えば家族でこう来た時にじゃあご飯どこに食べに行こうっていうのも結構ね悩みどころだと思うんですけど、お子さんと一緒に行っても気兼ねなくでも思いっきり美味しいものが食べられるようなレストランも、あのもう内緒にしたいところも含めてどんどんとあの載せちゃってますので、ぜひぜひこちらで、研究していただければと思います。ね、やっぱりでも夏休みということでファミリーの方も楽しめるような情報も満載ということなんですね。そうですね、例えばあの普通にレストランももちろんたくさんあるんですけど、例えばあのフードコート、このアラモアにもありますけど、フードコートであったりとか、あとあの好きなものがやっぱりお子さん限られてたりするのビュッフェ、日本だとバイキング、そういうのが楽しめるようなレストランもね、たくさん実はハワイにはあるので、そういったところをお写真も入れて、あとクーポンももちろん連動で、ついているので、あのお得に楽しんでいただけるように紹介しています。ね、すごいですよね、いろんな情報が本当にハワイ丸ごとたくさんの情報が全部一冊に収まってるからすごいですよね。はい、頑張ってます。まだまだあれですけどね、ぜひあの本当に使っていただけるような本が、作れてるといいなと思っています。そしてなんと7月14日にアロハストリートのショップが横浜のハワイタウンの中にオープンしたということで、その話も詳しくお聞かせください。はい、ありがとうございます。そうなんです、あのこちらの方はハワイで発行しているものなんですけども、横浜のワールドポーターズの1階にあのハワイアンタウンっていう大きなあの総合施設ができたんですよね。はい、でそこの中に、なんとアロハストリート、その名もアロハストリートっていうショップがすごい、7月にオープンいたしました。ありがとうございます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 。はい、こちらはですね、あのテーマをリアルコアハワイ、知られざるハワイの魅力を、日本にそのまま伝えたいっていうことで、例えばハワイであの日常的に皆さん飲んでいる、私たちが飲んでいるようなコーヒー、ライオンコーヒーだったりとか、あとあのパンケーキすごい人気なんですけども、そのパンケーキを日本でも同じ味が楽しめるパンケーキミックスだったりとか、あとあのハワイでも人気のカハラっていうようなあのブランドの、アロハシャツだったりとか、そういったものをですね、あの置いてるんですよ。で特に人気なのが、ノースショアにありますジョバンニっていうあのガーリックシュリンプのお店があるんですけれども、こちらで使っているガーリックオイル、これをね使うと日本であれと同じ味が出せるんです。そのねスキャンピーマリネードっていうのが今一番人気で、売られていたりですとか、あとあのハワイの地ビールですね、プリモとか粉ビールとか、そういうハワイで、私たちが飲んでいるようなビール、それを、まあ、あの普通にあのコンビニで買えるような感じでバーッと並べてビールを売っていたりだとか、そういうのがねすごく人気があるそうです。はい、ビールまで売ってるんですね。ビールも売ってますしね、あとは例えば、お水にしてもあのハワイのお水、ハワイウォーターとか、そういったものが、パッケージも可愛いじゃないですか。でそういったものを売らせていただいてたりとか、あとはあのハワイのミュージシャンの方の CD を、あのアメリカでしか売ってない CD を、置かせていただいたりですとか、そういったこともしてますし、これからもっともっと商品の、幅を広げていこうと思ってます。いろいろなものが本当に書いてあるんですね。そうですね、もう本当に今いろんなものを揃えているところなので、これからあの行っていただくたびに新しいものが増えているような状態になると思いますので、ぜひぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。いろいろ あのハワイ情報、そして横浜でもハワイを楽しめるというお話を伺ってるんですが、奈良さんにわちゃんから、リツコ編集長に何かご質問ありますか？いやありますよね、本当にたくさんあるんですけれども、アロハストリートっていうのはどこよりも取材力があって、ハワイの雑誌では一番だと、言われてますよね。ありがとうございます。実はですね、美穂子さんがこの番組で話すネタもちょいちょいアロハストリートから引用しているのではという疑惑もあるんですけども、これご存知でしたか？とりあえず何もお聞きしておりませんが、美穂子さん、気まずい感じになっております。まあそれはね、ちょっと冗談として、アロハストリートは普段こう何人ぐらいの、皆さんで取材をして一冊を作り上げてるんですか？この取材力たるや、もうすごいじゃないですか。ありがとうございます。ですね、雑誌の方の編集部としましては、私を入れてですね、4人の編集部員で。それだけですか？はい、走り回っております。すごい。あと私たちウェブサイトも、
毎日更新でやってるんですけれども、ね、アロハストリート .com っていうウェブサイトもあるんですが、そちらでリポーターとして活躍しているユカリンっていうのが、はいはい、頑張ってくれてるんですが、彼女も編集部の一人として、まあ、全員で5人ですね、はい、5人で、作ってます。でもちろんうちには他のスタッフ、例えばセールスのメンバーとか、ええ、ウェブの方のチームとかいろいろな人たちがいるんですけども、はい、まあ、少人数精鋭で頑張ってます。この一冊を作り上げる、この一冊はだってさ、書店で買ったら1000円ぐらいの価値があるようなね、1000円以上で売られててもおかしくないような内容じゃないですか。ありがとうございます。これはフリーペーパーですからね、はい、頑張ってます。それを4人5人6人この人数でやられてるっていうのはびっくりですが、はい、そうですね、ありがとうございます。でも本当にハワイの方々はいろんな意味で協力的な方も多いですし、ハワイの情報を日本の人に知ってもらおうっていうのはすごく応援してくださる方も多いので、はい、いろんな方の協力を得ながら頑張って本当に毎日走り回っています。いや助かります、本当にハワイ好きとしてはありがとうございます。あとですね、私からも質問いいですか。はい、リツコ編集長と美穂子さんは自称ホノルル婦人会で普段からとてもあ、そうなんですか、なんかとても仲良しってことをお聞きしたのですが、リツコさんから見て普段の美穂子さんはどんな方ですか。なんか天然エピソードとかなんかエピソードあったら教えてほしいな。ありすぎる、ありすぎる、一言で言うと、まあ、天才天才はい、いろんな字がありますよね。いやいや、我が編集部では美穂子さんのことを美穂子さんと言わずとも天才って言ったら、あ、美穂子さん今度天才とねご飯行くんだよ、あ、天才ねっていう、もう天才とはい、もうね、神の域にするこの天然具合、でもいろんな字、日本ね、漢字のいろんな字がありますからね。天才ってこう天の災いとかそういうことじゃないですよね。でもね、エピソードは本当に書かないんですけど、書かないんですけど、自分のねご自宅の鍵開けられなくなっちゃったりとかね。大変なんです、大変なんです、自分の家に入れなくなっちゃったりなんかして、そう、もうね、すごい素敵な、今いつも美しいので、どこのマスカラ使ってるんですかって聞いたら、クリニックで、マスカラって書いてあるやつ、そうなんですけど、だからそれを聞いてるんだって話なんです、ロングって書いてあるやつです、いや、でもロングいっぱいあるんですって書いてあるから、そんなね本当にもう皆さんにご迷惑をおかけしながら、いえいえとんでもないです、もういつも助けていただきながら。でもリツコ先生本当にスマートで、すごく素敵な女性なので、一緒にお話しさせていただいていつも勉強になってます、こちらこそホノルル婦人会で自称会長、いや、会長なんですか、恐れ入ります。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、とても素敵なリツコ編集長なんですが、はい、最後にアロハストリート松本リツコ編集長に、はい、100% ハワイを聞いてるファンのハワイファンのリスナーの皆さんにぜひメッセージいただきたいと思うんですが、お願いします。はい、ありがとうございます。アロハストリートは、雑誌とそれからウェブサイト、それからですね、最近そのウェブサイトをスマホ、スマートフォンで見やすくするような、そういった、適正化もしまして、本当に一人でも多くのハワイファンの方々に、ハワイの情報を、日本の方、ハワイの方合わせて、提供できたらなと本当に思っております。で、皆さんいろいろ使っていただけてるっていうお話を聞くと、私たちもとても嬉しいので、先ほど言っていただいたようにお得なクーポンもたくさんあるので、ぜひぜひ有効に使っていただいて、でもしですね、日本でこのアロハストリートを見たいなって思っていただいた場合はですね、オンラインショップアロハストリートの、アロハストリートセレクトっていうオンラインショップでですね、ちょっとこれは無料じゃなくなってしまうんですが、一部700円でですね販売もさせていただいているので、ハワイに来られる前予習をしたいっていう方とか、もう今のハワイの情報をとにかく知りたいっていう方はですね、そちらの方からぜひ、ご覧いただくこともできますので、これからもアロハストリートを可愛がってやってください。私たちも思い切り頑張りますのでね、天才美穂子さんと応援させていただきます、はい、どんな応援できるのかななんて、いつものようなはい、ぜひよろしくお願いします。皆さんがハワイで楽しい時間を過ごしていただけるように、私たち本当に頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひぜひ皆さんハワイに遊びに来てください。行きますしたいですね。もうすっごいいいお天気ですよね、ここのところ。そうですね、このところ本当にいいお天気で。あ、そうですか、はい、
あー行きたいなため息が出ちゃう今日ねなんとねスタジオの外には、アロハストリートの副編集長の泉さんも外にいらっしゃってるんですよ。すごいじゃないですか。見てくれてます。本当にね彼女もとても素敵な女性で、だからこんな素敵な本でこんな素敵な女性たちから出来上がってるんだなって。やっぱそういうことなんでしょうね。いやいや、とんでもないです。本当でもありがとうございます。本当に一人でも多くの人たちにハワイの良さをもっともっと伝えられるようにね頑張っていきますのでよろしくお願いします。いつか美穂子さんもね、ワンページちょっと飾ってねいただけるのもちょっと楽しみに。表紙カバーカバー表紙表紙すごい。どうします、美穂子さん水着でいきます。いけちゃうんじゃないですか。美穂さんカバーつけないとダメですよね。カバーにカバーカバーにカバーつけていただいていやいや面白いですね。いやぜひ本当いつかご一緒させてくださいねえ。あこがましいです。なんかホノルル婦人会を覗いているようなトーク。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日はハワイナンバーワンフリーペーパーアロハストリートの松本律子編集長にご出演いただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。美穂子さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。以上ホノルルラジオ K2 と結んでお送りした 100% ハワイでした。それではアロハストリート、リツコ編集長のリクエストをお届けしましょう。ハーブ・ウォーター・ジュニア、オーバー・ザ・レインボー。Sunday in the Park on FM Fuji.